令和元年東日本台風に伴う玉川の増水を受け陥没した路面、立川市側より、路面の陥没部分の側面路面の陥没部分の側面日の橋は玉川に架か,かる道路橋の一つ。1926年に開通。日野の渡しについても本校で記述。日野の渡しを参照。これ以下のデータは、 国土交通省京浜河川事務所のサイトより、江戸時代初期、五街道の一つとして整備された甲州街道は、当初、府中部梅河原から玉川の定地を通り、玉川を満願寺で渡っていた。しかし、玉川の氾濫で街道が分断されたことにより、街道は、貸し団球の上の現甲州街道に移された。それとともに、1684年、それまでも玉川の対岸、 柴崎村への農耕作業などで使われていた日の野の私が公衆街道の正式な私として決められた。現在の立備京の下流の位置にあたる。私は有料で人と馬の料金がそれぞれ定められていた。僧侶、武士、そして宿の人々は無料で利用ができた。その経営と管理は日野塾が行い、都線領は宿場の収入源ともなっていた。私は 玉川の陶器の滑水器には土橋が使われ、3月から10月までは船によって行われていた。江戸時代後期、1824年からは、数年船による私に改められている。使用した船は歩行船1艘、馬船2層があり、私賃は資料によると、遠距年間の1人3分から4分、文政7年には10分、天保5年には13分、 慶応4年には30分となっていた。これは、平水時の渡し賃で、増水時には割増料金があった。江戸時代が終わり、明治になると、私の経営は宿場から町へ移され、毎年入札により決められた請負い人が渡し船を運航し、定められた一定額を町に納入する方法となった。1889年、神戸鉄道が開通すると、 私の通行量が減少し始め、さらに大正時代に入り、自動車が輸入され、通行するようになると、橋がないことが問題となった。馬船2層並べ、その上に横に長い板を敷き並べ、その上に自動車を乗せて対岸へ運んだと伝えられるような不便が生じてきたのある。ありがとうございます。